はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安でございます。白血病闘病生活の気晴らしにね、自宅化動画を配信していきます。この動画でね、白血病がなってまたたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、さまざまな病を引き起こすとされている高血圧、そんな血圧を下げる方法とはということでね、昨日の動画で食生活編をお話ししたんですけども、今日はね、運動編とね、生活習慣編をね、お話しさせていただきます。では早速ね、運動編からお話しさせていただきますね。運動編なんですけども、足を使う有酸素運動でございます。適度な運動をしましょう。適度な運動はですね、血管が広がって血流が良くなって酸素を取り入れる能力が高まることで心臓の負担を減らします。それだけではなくてですね、運動はね、血圧を上げるね、ホルモンをね、減らしてくれて、血圧を下げるホルモンも増やす作用があって、血栓ができにくくなります。で、さらにですね、悪玉コレステロールが減少して、中性脂肪の減少、血糖値の低下といった効果まであります。で、特にね、足を使う有酸素運動っていうのはね、血圧を下げるのね、効果的なんですよ。日常生活の中でね、歩くことをね、意識するだけでもね、立派なね、有酸素運動でございます。で、まあ、その歩くこととしてね、まあ、運動といえばウォーキングですよね。まあ、日常の中でね、無理なく行うことが大切です。あとサイクリングですね。足腰の負担がね、少なくてね、疲労感もね、感じにくいので日常に取り入れやすいでしょう。あと水中ウォーキングね、これはプール行くならできませんけども、その水の抵抗とね、浮力でね、体に負担もなくね、程よい運動となります。次はね、スロージョギングでございます。これはね、時速4キロから5キロ、まあ、普通のジョギングよりもゆっくりなね、感じで走るんですけども、歩幅を狭くして走ります。まあ、小走りみたいな感じかな。でも、その後ろ足をね、蹴り上げないようにするのがね、ポイントです。で、このようにですね、生活習慣で血圧を下げることが可能なんですよ。で、急にね、運動をするとね、血圧がね、上がりやすくなるので、運動周りはね、必ずウォーミングアップをね、しましょう。準備運動ですね。で、またね、運動の前後にはですね、ストレッチを行うことでですね、怪我の予防やね、疲労回復にもね、なりますんでね、ぜひね、やってみてください。で、このストレッチに関してはね、実際にね、やる意味なんかないねんでっていう人もいてるんですけども、まあ、なんていうんですか、始めるウォーミングアップ、準備運動っていうのがあるでしょ。だから、その生理運動っていうのもね、あるじゃないですか。まあ、そのことに関して科学的に根拠ないっていう人もいてるんですけどもね、バッてこう運動してバッてやめるっていう風な感じも、僕は体的にあんま良くないんちゃうかなと思うんで、これはね、分かる人は分かると思うんですけども、僕野球部やったんですけどね、キャッチボールするときにね、最初ね、近い距離からね、キャッチボールするんですよ。1人と2人でね、まあ、2人でキャッチボールするんですけども、で、それで徐々に徐々にこう離れていくんですよ。距離を広げていくんです。で、最終的に、ね、遠くに投げるとか言って遠投っていう距離になって、で、それである程度投げたら近づいてくるんですよ。で、徐々に近づいてきて、最後にはほんまに2、3メートルぐらいの距離でこう軽くひしょいひょいってこう軽くも投げるようにしていくんです。それまでは思いっきりグワーってすごい力いっぱい投げてるんですよ。それも、力いっぱい投げる前には軽く投げ合う。で、軽く投げ合って、ある程度距離を広げていて、思いっきり力を入れて投げ合う。で、時には速いスピードを投げる。で、それである程度体が温まったら、もうね、肩が出来上がるっていう野球用語で言うんですけども、それで近づいてきて、で、最後はこう軽いこう投げ方で最後にキャッチボールを終えるっていう風な、生理運動があるんで、だから僕は生理運動のストレッチってもすごい大事だと思うんでね、まあね、皆さんいろんな考え方がありますけども、そこはそこでちょっとね、考えながらやってみてください。僕はお勧めします。で、話を戻しますね。で、1日の始まりにですね、手足をブラ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 と動かすだけでもね、これ血圧を簡単に下げることができますんでね、これもやってみてください。で、これはね、そのね、起きてから目が覚めてからね、急にパッて立ち上がるとね、血圧が下がるので、バタンで倒れてしまうことがあります。でも、それお布団の上やったらいいんですけども、2、3歩歩いてフローリングとかね、すごい目の前に物があったりしたらすごい危険なので、お布団の上でこう目覚めたら
あの足と手をねこうゆら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 っとね揺さぶったりするとですね、あの血圧がこう整いますので、そこからねゆっくりとねこう起き上がってください。でそしてね生活習慣編です。これはねもうストレスをためないことですね。あの日本人にね多い高血圧疾患のね人たちのね 90% っていうのはね食べ過ぎやね運動不足のね生活習慣病に加えてですね、あのまあ遺伝因子、まあ、そしてストレスなどね様々なね因子がねこう複雑にね絡み合って発症してるんですよ。ちょっとなんか複雑な話になってますけどね、まあ、ストレスを感じるとですね交感神経が活発になってね血流が増えて血圧が上がってしまいます。そのストレスがね蓄積され続けるとですね高血圧の発症にもねつながる場合があるためにですね、まあ、程よく対処することがね必要です。ほんでね、まあ、あの健康診断とかねその外来の診療とかね病院行った時などね結構見落としな感じのですね仮面高血圧症っていうのがねあるんですよ。そんな症状もあるんです。でこれはねその病院で測ると正常値でありながら、まあ、働いている職場にいるだけでねこう血圧が上がるというねもうすごいなんか変な血圧の状態のことを言うんです。ほんでねその仕事のストレスでそのこうしたねその職場高血圧っていうのになる人もいるんですよ。だからほんまにストレスってね怖いですよね。だからねまあストレスためないようにまあ心地いいなと思うようなことをねしてもいいと思います。まあなのでそのストレスをためないようにっていうのもあるんですけども、まあ十分な睡眠をとりましょう。睡眠中はね副交感神経がね活発になるためにですね血圧は下がります。しかしね十分な睡眠が取れないとですねその寝てる時にですね交感神経がこう活発化してね副交感神経の働きが低下するためにですね血圧がね上昇してしまいます。寝ながら上昇すると怖いですよね。またねこれはまあ人それぞれなんですけども仰向けに寝るとですね軟口蓋っていうね口の中の奥の部分がですね、重力ねこう下がって気道を塞がってしまってそれだけで血圧が上昇します。あの横向きに寝るとですねそれがないので血圧の上昇がね抑えられる可能性もあります。で次はねアルコールなんですけどね、アルコールは適度でたしなむ程度にしましょう。アルコールはねほんまに少量であればね血圧は低下しますけども、飲みすぎるとね翌朝のね血圧をねすごい上昇させてしまいます。まあねそのウォーキングとか、スロージョギングといったね、まあ、軽い運動でね血圧のね上昇を抑えることができますし、まあ、できる人はね横を向いて寝るだけでもねあの血圧の上昇がね抑えられるので、まあ、僕は横を向いて寝てしまうとね今は逆にその腰がね痛くなってしまう体になってしまったのでできませんけども、まあ、別にね難しくないですよね。これらのことっていうのはねお酒もねもちろんね少し減らせればいいだけの話ですし、でしんどくないことでねその血圧が下がってくるのでこういうのねどんどんやっていきましょう。あのねまあ心地いい感じでおるのがね一番かなと思いますね。だからすごいその体のことを気にして例えばねその食事変やったら甘いもの食べたらあかんけど食べたいでも食べたら体に悪いイライラするんやったらもうねあのちょっと甘いもん食べてもいいですよって僕は思いますし、ほんまにそれでストレス抱えるんやったらもう意味ないんでねとは僕は思うんでね、その心地よさっていうのも作っていってねそんなことからどんどんねやっていってください。そんな感じで今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてねこの動画このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。